ヤブニッケイは、クスノキカクスノキ族の植物の一種。別名マツラニッケイクスタブ、クロダボ、ウスバヤブニッケイ、ナンジャモドキ。日本の本州、四国、九州、沖縄、中国に分布するとされるが、日本における自然分布は、近畿南から沖縄の範囲までと言われている。乾燥に強く、団地の農山に普通に見られる。 シーバヤシやタブバヤシの虹バヤシの構成種として重要である。なお、似たような環境に生育するもので、よく似たものに白ダモがある。ヤブニッケイの別名に黒ダモがあり、それと対比させたものと思われる。常緑紅葉樹。高木だが、さほど背が高くはならず、せいぜい15メートルと言われる。樹皮は、開国色で滑らか。葉はほぼ体勢につくが、ややずれていたり、 五星に見えるものもあり、ア体星と言われる。養芯は長さ7から10センチメートルの長大円型で方向があり、さほど厚くはないが、角質でゴワゴワしており、やや波打っていることが多い。新緑色で表面にはツヤが強く、はっきりとした三脈が白っぽく透けて見え、二本の側脈は肩のあたりで消える。葉の形等に変異が多く、分類は複雑である。 沖縄では、芝日系や、丸葉日系との雑種らしいものが知られている。花期は6月頃で、枝先の溶液から長い柄を出して、三景状に、炭鉱緑色の小花を数個つける。花季は筒型で、上部は6列する。果実は、10から11月になると黒っぽく熟す。樹木は、庭木などにされ、花や果実は目立たないが、成長が良く葉がよく茂るため、 リンチとの目隠しを目的とした植栽に向いている。また、潮風にもやや耐えるため、海から少し離れた場所での暴風植栽としても期待されている。植栽適期は3月下旬から4月、6月下旬から7月、中旬、9月とされる。材は建築材、器具材として使われる。種子からは紅葉を取ることができる。また葉、コンピなどに好機があるが日経よりは劣る。 ありがとうございます。